シドニー・ジェイ・ミードはアメリカの工業デザイナー、イラストレーター、ミネソタ州セントポール生まれ、バプテスト教会の牧師の息子としてミネソタ州で生まれ、幼少期より優れた画才を発揮する。1951年にハイスクールを卒業すると、コロラドスプリングスの映画制作会社、アレキサンダー・フィルムズでアニメーターの職に就く。 アメリカ陸軍で3年間の併席期間を終えると、フォードモーターの奨学金支援を得て、ロサンゼルスのアートセンタースクールに入校し、トランスポーテーションデザインを専攻する。1959年にアートセンタースクールを優秀な成績で卒業。奨学金を得ていた義務からフォードに入社し、エルウッドエンゲルの下でジャイロンなど、実験的なコンセプトカーのデザインに取り組む。 二年後の1961年にフォードを退社するとインダストリアルデザイナー、イラストレーターとして様々なクライアントのために働き、近未来的かつ色彩的なビジュアルを提供する。とりわけ、US スチールやセルコンなど企業カタログ、画集に掲載された一連の作品が有名である。1970年にはデトロイトでシドミード社を設立。1970年代は、 ヨーロッパでも活動し、オランダのフィリップスエレクトロニクスとの関係が深い。他に、自動車業界では、ボルボや、イタルデザイン、航空宇宙分野では、コンコルドや NASA のスカイラブのインテリアなど、手掛けた仕事は幅広い。1975年にはオフィスを、カリフォルニア州、カピストラのビーチに移転。1970年代末、スターウォーズの世界的ヒットで、SFX 映画が、 ブームになると、ハリウッドの映画制作者たちは、ミードのビジュアルセンスに注目した。中でも、ミードの才能が発揮されたのが、リドリー・スコット監督の、ブレードランナーである。スコットは、ミードの個人画集、センチネルに掲載された雨の中の高速道路、シティ・オー・エン・ホイールズを見て、ビークルデザイナーとして起用したが、カラー・イラストの背景の混沌としたトーンに魅了され、 セットや小道具のデザインも依頼。さらに背景となる、建築、都市の外観、列車や駅、コンピュータ等のインターフェースに至るまで、作品世界の基調を決める重要な仕事を任せた。他にも、スター・トレック、トロン、2010年、エイリアンに、ショートサーキットなどの SF 映画に参加しており、ミードから影響を受けた作品も多い。 映画芸術科学アカデミーやデザイナー組織などに加盟していないため参加する映画ごとにその肩書きはビジュアルフューチャリストビジュアルフューチャリストコンサルタントコンセプチュアルアーティストデザイナーフューチャーデザイン等様々である2016年アメリカの資格効果協会が主催する別賞特別功労賞ビジョナリー賞を受賞2017年 SF 映画に特化したプロダクションアートを扱った画集、ザムービーアート、ビジュフューチャーストシドミードを観光。1990年以降、米テーマパークデザイン委員会の理事、ホワイトハウスの諮問機関、クーパー・ヒュイット財団の顧問、パサデナのアートセンターカレッジ・オブ・デザインの特別、名誉講師などを歴任し、全米のアニメーション制作会社、ゲーム制作会社、 自動車メーカー、デザイン教育機関を対象に講演会やセミナーなど、精力的な活動を続けた。2019年9月、引退を表明。同年12月30日、カリフォニア州パサデナの自宅で死去。86歳没。ミードは画業を始める以前、兵役中に沖縄の米軍基地に駐留した経験がある。1980年代に入ると、 SF 映画や SF アニメを通して日本でもシドミードの名が浸透していった。1983年に東京原宿ラフォーレミュージアムと大阪梅田半球で開催された21世紀のカーデザイン展。1985年に東京有楽町西部で開催された古典テクノファンタジー展が大きなきっかけとなり、これ以降ポスターアート商業施設、 テーマパーク、プロダクトデザインなどを数多く手掛けることになる。1985年には、講談社から2冊目の画集、オブラゴンを出版し、発売から45日で2万5000部以上を売り上げた。1987年以降、アジアの中でも特に日本は彼にとって、重要なマーケットとなった。この年、同じく講談社から3冊目の画集、センチネル2を出版。 川崎製鉄のテレビ CM、鉄からさらにで、イラストが多数起用された。ソニーのパソコン、人ビットの CM では、アートミックと共に平面と立体を合成した、ユニークなビジュアルを展開した。他には、タイガー魔法瓶のエアポッド、トラズなどの製品、ディスコ、トゥーリアのインテリアなどの商業施設を手掛け、ポスターのデザインは年から年に、 最も多く描いた。1991年には、ズロック2冊と LD3 枚をセットにした4万5千円の豪華作品集、クロノログがバンダイビジュアルから発売された。映像作品では、学研と NHK エンタープライズが出資したハリウッド映画、クライシス2050の宇宙船を多数デザイン。1990年には開発中であったハイビジョン撮影で、 NHK のドキュメンタリー番組イマジネーションに出演した。ゲーム用デザインにもセガを中心に数多く起用され PSP バウンティハウンズのコンセプトワークを担当。2005年に名古屋で開催された I 地球博で三井東芝館パビリオン映像グランオデスイの宇宙船ネモニックーとそのコンセプトデザインを担当した。 2019年には国内では34年ぶりとなる古典、シドミード展、プログレッション TYO2019 が東京秋葉原で開催され3万2千人以上を動員した。アニメーション作品では宇宙戦艦ヤマトシリーズとガンダムシリーズというメジャータイトルで外国人デザイナーとして逆輸入となるメカニックデザインを担当した。ヤマトでは プロデューサーの西崎義天の指名により、6年もの時間を費やし、ヤマト2520の第18代ヤマトを中心にハードウェアデザインを担当。日本海軍の戦艦ヤマトの図面を取り寄せ、宇宙戦艦ヤマトの資料も分析した上で、艦の内部からデザインしていった。ガンダムでは、機動戦士ゼータ、ガンダムの構想段階に3点のイラストを提供。 ザクやドムなど、そのプロポーションからディテールに至るまでを再構築し直したデザインにも取り組んだ。前半の主役メッカがガンダムマーク2を単独で描いたものはメインスポンサーであるバンダイがガン店等へ配布する番宣用ポスターとして使用され、彼の画集、オブラゴンに掲載されている。ガンダムでは総監督である富野義行の希望を受け、 主要なモビルスーツ系ハッターのデザインを担当。主役メカのガンダムは頭部の V 字アンテナをチークガードに変え、ファンの間ではヒゲに見えると騒がれた。ガンダム史上過去に例がない背面ディテールと流れるようなラインは機能的なアイデアが70%にファンタジーとユーモアを30%という彼独特のアプローチによるもの。それらは工業デザインや建築をベースに培ってきた。 エンターテイメント性を重視した SF 用のデザインであった。それまで慣れ親しんできた玩具を中心に展開したガンダム特有のプロダクトデザインとは一線を画し、ロジックが備わった形に必然性のある工業デザインをベースにデザインされていたのが、それはトミノが希望していたコピーが繰り返されることに甘んじていた国内のメカニックデザイナーに対する挑戦でもあった。 ガンダム放映から時間が経過し、富野とシドが目指した機能的に動くことで新しい形が出現する従来にはなかった外観をまとった表裏一体なコンセプトが20年を経過して、ようやく評価されている。ありがとうございます。